今ちょっと立て込んでますし、ごめんね。お、来た。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年3月31日火曜日の午後6時17分です。では本日のお知らせです。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。あ、ちゃんとお知らせしてくれるんや。なるほど。どんなお客様が遊びに来られたのかお会いするのが楽しみですよね。そして、本日、アイナトーンに仕立て屋さんのエイブルシスターズがオープンしました。おー、やった。仕立て屋さんではファッションアイテムの購入はもちろん、マイデザインの展示も行っているそうです。皆さんもこれを機に、おしゃれを楽しんで、アイナ島から世界へとトレンドを発信してくださいね。ちなみに今回も記念のセレモニーが開催されますよ。時間と興味がある方は、案内所でたぬきちさんにご依頼くださいね。では、今日も皆さんが楽しく暮らせるよう、精一杯お手伝いさせていただきますね。おー、かわいい。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。んで、お手紙が早速。おー、レックスからの、あ、そっかそっか、標本？虫好きなアイナ様。そんなことないけどね。モンキチョウをモデルに制作した作品が完成しましたのでお送りします。虫に対する興味をありがとう。君と虫の心の距離がより一層近づきますように。虫のアーティスト、レックス。なんか、このレックスに虫を売るときは、普通に、たぬき商店とかで売るときよりも、高値で買い取ってくれるらしいけん。今度売ってみよう。で、アイナ様、いつもタヌキマイレージプログラム、並びにタヌポートをご利用いただき、誠にありがとうございます。マイル交換サービスで交換いただいた景品をお届けします。あ、そっかそっか。あれや、ラグや、ラグ。そして、ハッピーホームアカデミー。この度はマイホームの増築おめでとうございます。ささやかながらお祝いの品をプレゼントさせていただきます。新生活に電化製品を役立ってくださいね。ハッピーホームアカデミー。電化製品やって、やった。なになに？洗濯機とか？冷蔵庫とか？そういう感じ？じゃあまずこれかな、レックスからの。モンキチョウの模型。そして、短期開発のラグ。そして、電化製品、アイロン。アイロンかーい。いらねえ。いらねえ。あるよ、アイロン。あ、広くなっとる。広くなっとる。なんかめっちゃ、ちょっと待って。とりあえず、いろいろと、そっかそっか、広くしたんでしたっけね。したんでしたっけね、そういえば。よいしょ。間違えた。いろいろとね、どこに置けばいいんだかって感じなんやけど。よいしょ。あ、そっか、これ一緒にせんといかんのやっけ。ちょっと待って、横向けたい。はい。だいぶ広くなったね。よいしょ。じゃ、こういう感じかな。帽子は、ここじゃない方がいいよね。帽子は、こっち側、この辺の壁につけとこう。なんとなく。んで、これは、こっち。こんな感じで、よいしょ。ボールがど真ん中に転がっている。で、真ん中にラグを敷きたいんよね。どこ行った？これか。あれ違う。あ、これか。たぬき開発のラグ。こんな感じでいいか。かわいい。かわいい。いいね。んで、モンキチョウの模型。あ、こういう感じ？なんか思っとった感じと全然違うんやけど。あ、そういうやつ？なんで3匹分必要やったん？私標本みたいにするんかと思っとったんやけど、全然違うやん。全く思っとったんと違ってちょっとビビっとんやけど。今しまったやつどこ行った？あ、あれか。中に入ってたんかな。オッケー。そろそろテーブルを売り出してほしい。さあ、それじゃあ、セレモニーを開催しましょうか。案内所がどこだかわからんくなりよった。よいしょ。どうもどうも、アイナさん。
お家広くなったでしょ。ちょっとでもお部屋が広がってよかったんだもん。ということで、今回の増築の代金として19万8000ビルのローンを組ませていただきます。あ、お支払いは今回もタヌポートの ATM からお願いするだろも。それじゃよろしくお願いします。だろも了解です。あ、鉄鉱石やった。お得お得。さ、セレモニーをお願いします。こちらは建築相談カウンターだもん。夕方になったら静江さんも手前に出てくるってことなんかな。どういったご用件だろも。セレモニーに参加したい。お、アイナさん、セレモニーへの参加をご希望なんだもん。今なら仕立て屋さんの開店をお祝いするセレモニーを行えるけど、どうだろも。参加してくれるかな。もちろん参加します。はいはい、じゃあ早速始めるから会場にご案内します。お、あれ、ケイトさんがおらん。それではただいまより仕立て屋の完成セレモニーを取り行います。あれ、ケイトさんおらん感じなんすか。そういう感じ。ありがとうだなも。皆さんの絶え間ない協力によってこの港は素晴らしい発展を遂げているだなも。今回はこれからこの仕立て屋を経営してくれる絹代さんと浅見さんに挨拶してもらうだなも。では絹代さん、浅見さん、一言ずつお願いするだなも。皆さんのおかげでこんなに素敵なお店が開きました。あれの浅見と協力して良いお店にしていきますので、どうぞごひいきに。どうぞごひいきに。控えめだね、かわいい。キニオさん、アサミさん、どうもありがとうだなも。次に仕立て屋の建設に多大な貢献をしてくれたアイナさんに、島民を代表して一言いただきたいだなも。それではアイナさん、一言お願いするだなも。めでたいね。イエーイ。本当にその通りだなも。アイナさん、どうもありがとうだも。では皆さん、最後にあれの準備をお願いするだなも。あと、記念写真を撮りたい人は、シャッターチャンスにボタンを押すのをお忘れなく。仕立て屋完成のお祝いと、僕らの綾野島のますますの発展を願いまして。よー。パン。いいね。いいね。ありがとうございました。これにて今回のセレモニーは閉会となります。皆さん気をつけてお帰りください。さてことで、あ、そういえば、たぬきマイレージプラスが、どこだ？あ、これか。夢のマイホーム。自分好みに立ったマイホームは暮らしやすさも桁違いなんだもん。皆さんに快適な暮らしを味わってもらうため、お家の新築、増築をマイルで応援するだのも。あ、これはあれか。5段階あるってことか。なるほどね。肩書き、一人暮らしの初心者、たぬきマイル1000マイルゲット。やったね。あ、どうも、アンチョビ。あ、ジュース飲みながら歩きよる。わーい、元気いいでし。おしゃべりしよう。今日もアイナ島は平和だねーでし。ね、めっちゃ平和やね。お金が295ベルしかないけん、ちょっとその辺の、ゆさゆさ。この辺の、よし。ベルを揺り落としまして、さあ、早速、エイブルシスターズへ。おー、飛び盛りの時よりもなんか広い。てか、あのなんかタッチパネルみたいなあるよ。いらっしゃい、手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。あ、アイナさん、仕立て屋の場所決めてくれて大きに。おかげで立派なお店ができました。なんか、ケイトさんの方で売り寄ったような、ね、帽子とか、なんか装飾品みたいなのもこっちに来とるね。これからはじっくりとアイナ島に腰を据えて、服やアクセサリーを販売させてもらいます。試着室みたいなのもある。軽く店内の説明をさせてもらうと、店内入ってすぐ目の前が日替わりの今日のおすすめ商品のスペースです。それから店内に向かって左のエリアのマネキンには、今の季節のおすすめコーデを飾らせてもらってるんよ。こちらも日替わりほどではないけれど、定期的に入れ替えてるので、コーディネートの参考にしてくださいね。もちろんマネキンに飾ってある商品もお買い求めいただきますよ。次に店内奥の壁なんやけど、ここはお客さんが持ち込んでくれたマイデザインを飾るためのスペースなんよ。展示はもちろん大歓迎ですし、飾ってあるマイデザインは無料で持ち帰っていただけるのでご利用くださいね。隣の端末、マイデザインショーケースを使えば、世界中の人が作ったマイデザインをダウンロードすることもできるんよ。え、すごい。まあ、要は、前の、でっかいミシンみたいな感じのってことよね。それがタッチパネルになったと。おー、近代的になった。それから最後にご紹介したいのが、店内に向かって右奥の試着室。試
試着室では今日の販売商品を色違いも含めて自由に試着して購入してもらいますからね。色違いとかもできるん。へえ、すごい。スペースの都合で並べられてない商品も試着室でお見せできますから、実際にコーディネートしてみながらゆっくりお買い物を楽しまれたいときはぜひ試着室をご利用くださいね。毎日朝9時から夜9時まで張り切って営業しますので、どうぞご贔屓に。なるほど。あ、これが今日のコーディネート?ま、日替わりほどではないって言ったか。で、ここがマイデザのスペースと。相変わらず、ちゃんと後ろには、三姉妹の、写真が飾られてあるのね。なんかいろいろ材料が置かれとる。今ちょっと立て込んでますし、ごめんね。やっぱり最初はそういう感じなのか。ちょ、試着室。そこは試着室やよ。中では自由に商品を試着できて、気に入ったものがあればそのまま買えるんよ。実際に着てみたらどんな感じかわかりますし、まとめて商品を買えるので便利ですよ。さあさあ、入ってみてちょうだい。あ、全身コーディネートしてそのまま買っていけるって感じ。あ、すごい、こういう感じなの。見やすいね。良きかな、良きかな。色違いも含め、確かに表にあるのとは、全然量が違うね。表にこれあった。チェックのジャンパースカート。かわいい。めっちゃかわいい。ちょっと待って、春っぽい感じにしよう。あ、でもこれも春っぽい感じっちゃ春っぽい感じか。かわいいなぁ。作業服なんや、これ。デニムジャケットかと思った。全然違った。まあ、これと、これ何?バスタオル。なるほど。バスタオルとかもあるんやね。あとは、この辺。ミックスツイードソックス。ピンクの方がいい?てか結構丈。ルームシューズとかある。かわいい。絶対かわいいやつ。でもなんか普通の靴はいい感じのないな。帽子。テンガロンハット。かわいいけどオーバーする。かわいいけどオーバーしちゃうわ。オーバルメガネ。へえ、そういうのがあるの。こういう感じかな、とりあえず。じゃあこれ購入します。買っちゃう。ここのも日替わりで変わるってことやろ?すごいね。イェーイ、おしゃれー。とってもお似合いやわ。おおきに。もともと身につけたものは、お家の収納に送っておくわね。おお、ありがたい。でも、その場で売り払いたい時とかもあるけん、それはちょっとな。おおきに、またどうぞ。ねえ、かわいい格好になった。めっちゃ満足なんやけど。よきかな、よきかな。これもちょっと売り払おうかな。ドラム缶いらんような気がしてきた。この辺のはまあそのまま置いとくとして、メッセージボトルとかは届いてない?そういうのも定期的に見とかんとね、レシピ増やしていかなくては。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかいい感じの格好になったね。こういう感じの服すごい好きなんやけど自分では着ることがないんよね。